刊現代ではですね、韓国が嫌いな日本人は世界からどう見られているのかと世論調査でですね、韓国に親しみを感じないと答えた人は、71.5%、 調査開始以来、最悪の数字、内閣の外交に関する世論調査の結果なんですけどね。イタリア人でロンドン大学キングスカレッジの日本プログラム部長アレッシオ・パタラーノ氏は、ここしばらくの韓国政府の動きを見ると日本人の間で反感が高まるのも無理からのことだと、まあ言ってます。15年に日本政府は韓国政府と慰安婦問題について不可逆的なという文言が入った合意に達している。韓国政府はこうした国家間の約束をもっと重く受け止めなくてはいけません。しかしムン・ジェイン政権はそれらをなかったことにし、さらなる謝罪を要求している。しかもその内容には具体性がありません。日本の人々が我々は一体どうしたらいいのかと途方に暮れるのは仕方がないことです。加えて国際政治の観点から言えば、この2年間韓国政府は多くのアンフェアな言動を重ねてきました。ジーソミアの一方的な破棄宣言だけではなく、18年末には韓国海軍が日本の自衛隊に対して射撃用の火器管制レーダーを照射するという事件もありました。また竹島周辺での大規模な軍事演習、こうした態度は同盟国に対するものとしては到底理解しがたい部分がありますと、こう言ってます。歴史の終わりを書いた、フランシス・福山さんもですね、右派のパク・クネ前政権時代に合意に至った状況が大きくさらに傾いた文政権になると全て覆された。そのようにまるで中国とアメリカの間のような輸出入をめぐる小競り合いが起きてしまった。韓国の内政のフレアムの大きさ、一貫性の大きさは極めて難しい問題です。だからもう文政権言ってることは無理筋だと、こうまあこのお二人なんかは言ってるんですけどね。だけどそうじゃない考え方もまあたくさんありまして、エコノミストの元編集長ビル・エモットさんなんかはですね、長期的に見るとやはり日本は日韓関係の緊張に自分たちが考えているよりもっと大きな責任を担っていることを理解しなければいけないと。英国とアイルランドの間には英国人は決して覚えておらず、アイルランド人は決して忘れていないという言葉があります。支配していた国と支配を受けていた国の間には越えられない溝が生まれるのです。そうして考えると、韓国が日本の支配から解放されてからの75年という長さは記憶を薄めるのに長い時間とは決して言えませんと、まあ、こういう考え方もありますね。ドイツに住んでいる例の川口マーン恵美子さんもですね、恵美さんも侵略した側とされた側という日韓の関係はヨーロッパで言えばドイツとポーランドの関係によく似ています。しかし現在の両国間の関係は日韓のそれとは似て非なる友好的なものになっている。ドイツはポーランドに対して今でも戦争に対する罪と反省を忘れず、両国間で公式の会合が持たれるときには必ずそのことへの反省について何かしらの形で言及します。歴史に対する反省を定時に積み重ねてきたおかげで、ポーランド人がドイツに対して大規模なデモを行うような効果は見られません。まあ、こういうんだけど、まずそのドイツはポーランドに侵攻したわけでしょ、侵略したわけでしょ。日本は別に韓国に侵略したわけでもないし、それからビル・エモスさんのその何ていうか、その支配していた国と支配を受けてた国っていうんだけど、まあこれもそのいわゆる何ていうかな、植民地ではない、統治してたわけで、そこら辺は散々その日本が言っているんですけど、欧米でいう植民地とその宗主国との関係とはちょっとそもそも違うわけなんだけどね。そういう点についての言及はないですよね。日本はそういうことを主張してるわけなんですから、そこら辺もちょっとなんて組んでほしい。だけどっていうのはジェス・ナイさんはその今ね、北朝鮮の核兵器やミサイルを追求している北朝鮮と、政治経済の両面で台頭し続けている中国というスーパーパワーに対処するには日米韓が協力しなきゃいけないんだから、もうちょっとなんていうか、問題を早く解決しろということをまあアドバイスしてます。それはそうですよね。だけどまあ文在寅政権がそういうつもりがなければですね、日本が何言っても無駄だから、まあ安倍さんの言っているようにですね、日韓基本条約、ちゃんと、守ってちょうだいよと、言うしかないというふうに僕は思いますけどね。言ってるし向こうがなんか考えを変えてくれないとどうしようもないです、これ。